おでしょしないよ。あけみちゃんは小さな女の子です。でもちゃんとトイレに一人で行けるのです。夜寝る前には歯磨きをしてトイレに行ってお布団に入ります。ところが朝起きるとどうしてなのかお布団がおしっこで濡れているのです。ママがそれを見るとおねしょしちゃったのねとがっかりします。がっかりするママを見るとあけみちゃんは悲しくなります。おねしょをしてしまったお布団がベランダに干されているのを見るともっと悲しくなります。だってあけみちゃんはもう小学生なのですから、おねしょなんてしたくはないし、そんなのお友達に知られたらきっと笑われちゃいます。どうしたらおねしょをしないようになるのかと考えますが、あけみちゃんにはわかりません。寝る前にジュースを飲まないようにしても、やっぱり朝起きるとお布団が濡れているのですから。けれど一つだけ心当たりがありました。それは夜中のトイレです。夜中におしっこがしたくて目が覚めるのですが、どうしても一人でトイレに行くのが怖いのです。だからきっとおねしょなんてしない、大丈夫だよと思ってそのまま寝てしまうのです。すると夢を見ます。夢の中のあけみちゃんはトイレを探して回るのですが、なかなかトイレに行き着かず、漏れちゃうよと泣いています。やっとトイレを見つけるととっても気持ちよくおしっこをするのですが、そうすると必ずおねしょをしているのです。だから夜中に目が覚めたらトイレに行けばいいのかもしれないと思いました。でもそこまでわかっていてもやっぱり怖いからトイレには行けません。ある日ママが聞きました。あけみちゃん、もしかして夜中にトイレに行きたくて目が覚めることはない？あけみちゃんはびっくりしました。まさかそんなことを言い当てられるなんて思ってもいなかったからです。これはあけみちゃんの一番大きな秘密だったのですから。でもママにはどんなに秘密にしていても分かってしまうようなので、あけみちゃんはママに話すことにしました。するとママは、やっぱりそうなのねと言いました。そして、なんでトイレに行かないの？昼間は行きなさいって言わなくても行くでしょ。さすがのママもどうして行かないのかというあけみちゃんの気持ちまではわからないようです。だってね、真っ暗で怖いの。そう言ったあけみちゃんはちょっと泣きそうな顔をしました。あけみちゃんが寝ている部屋からトイレまでは長い廊下を歩いて行かないとなりません。真っ暗な廊下だから何が出てくるかと不安なのです。もしかしたらお化けが出てくるかもしれないし、そのお化けに連れて行かれちゃうんじゃないかと思ったらとっても怖いのです。ママは困ったわねという顔をしました。ママとは別々の部屋で寝ているので、おしっこがしたくなったらママを起こしなさいと言われても、やっぱり廊下を歩いていかないとママのところまでは行き着きません。それにママの寝ている部屋はトイレよりももっと先にあります。どうしたら怖くなくなるかしら。ママが聞いてきます。そこであけみちゃんは考えましたが、どう考えても怖いものは怖いのです。するとママが言いました。電気がついていたら怖くない？明るければ怖くありません。
だから明美ちゃんは元気に「うん」と答えました。明美ちゃんの返事を聞いたママは廊下の下の方に人が通るとつく小さな明かりをつけてくれました。これならば怖くないと明美ちゃんは思いました。夜中になりトイレに行きたくなった明美ちゃんは廊下に出ました。一歩踏み出すとぼわっと足元が明るくなりますけれど、その先は暗いのです。次の明かりがつくまでこの暗さが続くのです。それに明るいのは明美ちゃんの足元だけで、なんだかもっと怖くなりました。結局そのまま部屋に戻って布団に入ってしまった明美ちゃんは、朝になるとおねしょをしていました。ママはまたため息まじりに困った顔をしています。そして考えたママはこう言いました。じゃあまずお部屋の電気をつけて、廊下の電気も自分でつけられるようになろうか。明美ちゃんはとっても小さいので、自分で電気のスイッチまで手が届きません。だからママがお部屋の電気をつけてと言った時に、どうやってつけるのかわかりませんでした。でもママがスイッチのところに椅子を用意してくれて、それに登れば簡単にスイッチに手が届き、つけたり消したりができるようになりました。それと同じように廊下の電気も椅子を置いてくれたので、自分でつけることができるようになりました。でも明るくなっても夜中に一人でトイレに行くのはやっぱり不安があります。そこでママは明美ちゃんが大事にしているクマのぬいぐるみを持ってきました。おトイレに行くときはこの子と一緒に行ったらどう？と言っても、以前トイレにぬいぐるみを持って行こうとしたら、汚れるからダメと言われています。でもママは、夜だけ明美ちゃんを守ってくれるようにお願いしよう。その時だけはおトイレの隅にタオルを敷いておいて、そこにお座りして明美ちゃんを見ていてくれるようにしようね。その晩、いつものようにトイレに行きたくなった明美ちゃんは、椅子に登って電気をつけました。廊下の電気も自分でつけることができました。そして、クマのぬいぐるみを抱きしめると、一緒にトイレに行きました。トイレの隅にクマのぬいぐるみを座らせると、明美ちゃんは何も怖くないと思いました。おしっこをして、手を洗って、クマさんを抱っこして、お部屋に入ります。電気を消して、お布団に入ると、安心して寝ることができました。朝になり、ママが起こしに来ると、お布団は濡れていませんでした。ママも明美ちゃんも、とっても喜びました。廊下の電気を消すのは忘れちゃったけど、それはママも笑って許してくれました。それからは毎晩トイレに行きたくなると自分で電気をつけて、クマのぬいぐるみと一緒にトイレに行って安心して寝られるようになり、二度とおねしょをしなくなりました。おしまい。どうだったかな？夜中にトイレに行くのは怖いよね。でも、あけみちゃんみたいに電気をつけて仲良しのお友達と一緒なら怖くないよね。面白いと思ったらチャンネル登録とグッドボタンを押してね。それじゃあまた別のお話で遊ぼうね。